ウノワバランタンはフランスのリオンエキュリ出身のフリースキーヤー。種目はハーフパイプ。使用しているスキー板のブランドはロシニョールのスクラッチ。2003年11歳の時からラプラニエスポーツクラブでフリースタイルスキーを始める。ホームゲレンではフランスのサボアゲンラプラーニュ。初めの頃はモーグル、ハーフパイプ、スロープスタイルの練習をしていた。 15歳から16歳の時にハーフパイプに専念するようになった。2011年11月からロシニョールのライバーとなった。プロフリースキーヤーを目指す子供たちに向けて熱心に練習しよう。そして決して諦めないこと。でも一番大切なのは楽しむこと。と述べている。2011年1月の FIS 主催ワールドカップで 初の表彰台となる2位になる。2014年2月にロシアのソチで開催されたソチオリンピックではハーフパイプ種目で10位。2015年8月の FIS 主催ワールドカップでは同じフランス出身のケビン・ローランド、トーマス・クリーフに次ぐ3位。お気に入りのトリックはダブルコーク1260。ありがとうございます。